今日は仁王立ちでやりました。じゃあやっていきましょう。今日もマリオカート。今日は何のキャラ使いますかね。ちょっとね、あのね、重量級を使いすぎてる。唯一勝てる。あの、唯一勝てる見込み、あの、まあ確かに、重力の方が勝ちやすいから、重力どうしても選んじゃうんだけど、今日は軽力選ぶ。その中でも、まあ、ベビーマリオとか、あんま使ってる人は見たことないんで、じゃあベビーマリオ今日は使いましょう。余裕の時間切れなんだが。やばすぎる。あ、で、ちょっとさっき国内潜った、あの、雰囲気一瞬出しましたけど、世界でも行きます。なぜなら今日は、平日、真っ昼間11時、朝の。これはやるしかないでしょ。ほら見ろ。見たことか。日本人全然いねえじゃねえか。まあ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 、まあ、サンタンデル県。県なんだ。すごいな。唯一のと、とど、あの、あれですよ。都民ですよ。唯一の都民。今回初めてバイク使います。で、あの、僕のバイク、やばいですよ。先に言っとくと。あー、そういう問題じゃなかった。やべえ。なんか画面が不安だわ、この二輪車。バイクって実はですね、このゲーム2種類ありまして、あ、やばいやばい、ショートカットいなかった。ハングオンバイクと普通のバイクってのがあって、ハングオンバイクだと、こう、キャラクターが前傾姿勢で乗ってるバイクがあるんですけど、曲がり方の軌道が違うんですよね。あ、普通のバイクだと、あ、意外と行った。意外と普通に走れるな。あのね、そのハングオンバイクが苦手でね、ちょっとやれないんですよね。ハングオンは、曲がり方が結構ね、鋭いんですよ。なんか妙に滑るな。これ、バイクってちなみにサンドリー意味ある超不安なのか。いや、見てたんだよ。見てた、見てた。やべえな、やべえな。やべえよ、やべえよ。とりあえず、とりあえず、とりあえず走ろ、走ろ。おい。アイテム回収ルートで行きましょう。ここ実はね、プチショートカットがあるんだけど、まあ、うまくいかないっていうのと、アイテムが回収できないっていう弊害はあるから、そこは注意しなきゃいけない。これやばい。曲がりきれてね、全然。全然パックも制御しきれてね。やばいな。全然いいんか攻めれねえ。ちょっとサンドリー意味あんのか全く意味わかんないが。とりあえず使う。全然見えませんね。ビビりますね、これ。やばい！危ねえ！今回ちょっと KDO、まあ、俺的にはね、結構ね、最高速度を伸ばしたくなる傾向にあるんだけど、そうすると、KDO機のいいとこ死んじゃうかなと思って、今回は割と曲がりやすさや加速のステータスを意識して、踏みましたが、どうですかね。ちょっと、やっぱでも普通のバイクでもやっぱちょっと曲がり方違う気がするな。なんかこうシャープに曲がれないで結構膨らむようで。曲がりやすさ上げた。あっぶねえ！よっしゃー、元潰した。なんか2なんだからなんで全く意味わかんねえ。なんでだあれかな、ちょっとやべえ、レート見てなかったな。あれかな、結構これやらしていた。あ、そんなことねえぞ。横一直線じゃん。あ、これなんかなんで勝ったんだこれは周りの人がきっとどの線や苦手だったんだな。個人的にはちょっとバイクの曲がり方がまだいまいちわかんない。よっしゃ、モンモカントリー。モンモカントリーはね、多分、マリオカート8史上一番シンプルなステージですね。構造が。だから結構、テクニックの差がつきやすいステージ。これ前も言ったけど。ちょっと曲がり方がまだわかんないから、結構膨らむ感じがするから、あんまカーブ多いステージやりたくないんですね。これちなみに失敗するから一回話そう。守りの姿勢。守ってくよ。俺、これ、ベビーマリオが軽量級って話した。軽量級もね、一応、二つタイプがありまして、うえぇー、ブーブーブー、危ねえ。超軽量級、一番軽いのと、まあまあ軽いの、みたいな。二種類があるんですけど、ベビーマリオとか、ベビー系は全部最軽量級ですね。一番軽いです。これやばくねえか、あとほら。とりあえず抜かそう。いた、ちょいいや、危ない、危ない、危ない。マリオ、ベビーマリオ結構動きが控えめですね。たまんないくそ。これマジでこれバイクでサンドで意味があるのか本当にちょっと誰かに聞きたい。てか調べてから撮れよって話なんだけどさ。まあ一応マリオカートやってない人もいると思うんで、サンドリの説明は、あっぶねやるなプリモーさん。あ、ちょっと待って、全然見なかった今前が。そしてラグエ。あ、オッケー。サンドリっていうのはね、こういう、ケツ振り動作することによって、なんつうの、最高スピードが維持しやすいというか、スピードが減衰しにくくなるんですよね。だからミニターボの2段階貯められた状態の時のミニターボ。危ねえっつうの
当たりながらみたいな。いやいや、言ってないですよ、言ってない。7位って相当悪いと思うんだけど、あのケツを振ることによって、速度減衰が抑えられるという隠し技というか、意図してたのかバグなのかよく分かりませんが、だからこういうところも最後バナナで意味あったのかな、今全然分かんないけど、ドラー6位じゃ。だからラグいな、これ急に7位とかなんねえよな。あ、よかったよかったよかった。ラグいといきなり順位落ちたりするからな。まあ、世界戦なんである程度のラグは仕方ないですね。ハンドルでいきます。ちょっと待って、マジで、あのマリスター勘弁してくれ、マリスター勘弁してくれ。よっしゃ来たぞ。あのね、俺の中では割と得意ですよ。でもね、あのマリカ動画投稿してる人って、あのランキング見るだけでもちょくちょく、あの大会とかあると特にバーッと動画上がると思うんだけど、見るとマジで自信なくすね。まあ自信なってないんだけど、やっぱね、周りすげえうまいよな。やっぱレベルの違い感じますよマジで。今日1回もスタートダッシュ成功してねえんだけど、ちょっとやばいな最近。たるんでるわ。お、ここでブーメランは結構鬼畜、鬼畜の所業。よし、とりあえずいい攻めて、コインをきちんと回収していきたいが、1枚だけ。じゃあブーメラン当てればいいじゃないと。まあ外すんですが、あ、当たったかな。ここもイン取れるから、イン取ればコインが回収できる。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。コインちょっと、あのただでさえ少ない最高速度を上げていこう。ちょっとコイン意識しながら走ろう。そう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 、 それ大事なんだよ。実況するとね、してるとどうしても忘れるんだけど、あー全然もう違うところに意識しちゃって、アイテム交換しできなかったなりみたいな。あー当たってなくねえか、今疑惑の判定。ちょっと待ってくれ。あー何なんだよマジで。安定タグ行こう、安定タグ。コイン2枚回収。11、まあまあまあ焦る必要はない。 なんとかっていうと、まだ2周目全然挽回できますよ、状況としてはね。そう iPhone ならね、ここでまず挽回できるでしょ。なんでだよ。みんなやってるから意味ねえわ。まずこの確かに順位帯だったら、おし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 、もう使っちゃおうか。もうキラーのせこい感じやばいな。あ、今、星の人に当たる。よしよしよし、いいとこで終わったな、いいとこで終わった。あー、ちょっと叩きつける攻撃やめていただけませんかね。これ、曲がりきるかな。お前ら、みんなキノコやん。まあまあ、それはそうなんだけどさ。ボーン。そしてもう一回、この間を突き抜けるプリングで、5位にゲイン。そして6位にダウン。ほら、誰か死ねえ。俺のせいではない。慈悲をくれ。うわー、これここでキノコ取れなかったの結構痛めですね。ほらほらほら、次々と順位落としていく。しかし、あー、このオッケーオッケーオッケー、ほらこれ俺がやばい、あぶねえ。今の状況判断やばくないですか。ちょっと自分で言うのもなんですけど、よし、だいぶ見えてるんだ、だいぶ見えてる、だいぶ見えてる、ビッグウェーブが。あ、ちょっとスノーブーメラン、マジで後ろ投げたらマジで先般級。まだいけるか。あー、これやばくねえか。いや、やばくないんです、見てください、これが5位。まあ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 、あの状況からしたらまあ一番マシだった気がしますね。まあ、とりあえず守りの5位で、まあ、これまあいいや。あんまあれだよな、こう実況者自ら他の実況者の名前出すのどうなのと思ってちょっと止めましたけど、とある実況者さんに似てるミーがいますね。今回どこす、あ、やべ、全然ステージ見てなかった。今回3つ選択できるステージが割とカーブが多いステージで、マルシュ、あ、よかったよかった、ハーバーか、みんな金じゃねえか、タイヤ、なんつうの、やっぱ軽量級はカーブ多い方が光るんじゃないかというところもあるので、ハーバーでいきます。最後ぐらい成功しようぜ。よし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 。最近知ったんですけど、軽量級にするとミニターボの溜まりが早いっぽいね。これ本当に、本当マジでマジで。これ嘘とかじゃなくて。知ってることは知ってんだよな、これ。その知識が活かせないだけで。とりあえずどいてろ。下は走るんだな、せいぜい。ここは曲がりやすいから大丈夫。おっしゃ、バーン、モートンがすごい勢いで追ってくる。でもね、ぶつかっても、なんつったって、
ここ一回安全高だろ。サンドリが意味があるのか全く分かんないが、とりあえず1位を維持したい。剣士、そして1位のいいところは痛いです。痛いところですね。これ俺に飛んできたらマジでやばいぞ。松田山でたたる説ある。よし、それやめてくれ、頼むから。僕でした。でもね、リカバリが早いのがあれですよ、軽量級。一応体裁的にはもう遠くなっちゃったな。なんで緑だよここで。まあまあまあ仕方ない、アイテムしか、おら消えとけや。無理か、消えねえか、危ねえ。今ラグで避けました、完全にラグの力で避けた。みんなこっち飛んでんだな、なんで。よし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 、2位に、2位にゲイン。お、結構変わったルート行ってるぞ。あんまそこ走ってる人見ない。あー今ねサンドリ失敗した、いい例です。うい、赤コーラうまいですね。あれコインコインか、どこで投げてようかな、ここで投げよう。じゃああんま近くなっちゃうと赤コーラ当たんなくなっちゃうから、当てられるとこで当てておく。なんで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 今急に2人出てきた、なんで急に2人出てきた。とりあえずイカスミはまあ一番ダメージとしては少ないところで当たったっぽいですね。よし、早すぎなんだが、ぶつかってるように見えたが、どうなんですか。ちょっとわあ今ねちょっと思ったよ、ちょっと思ったけど、あでもさすがに当たらんやろ言ってみたいな感じあったけど、当たりましたね。こんな後ろあれか、団子状態になってるのか。よし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 、完全防備。うわースターやつはダメだよ、今当たったでしょラグくなけりゃ。ほら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 、痛い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 。なんでこんな追い上げ、なんでこんな追い上げられてる。邪魔だ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 、さっきまで上位走ってた気がするんだけどな。気のせいでなければ。とりあえず1個使おう。で、ここでも1個使う。やばい！うわあ！ひどいよー！もういいじゃん、ゴールしてんだから後ろに投げなくても。やっちまったなー。くっそー、乾杯でしたね。最後は、いつもの感じでした。はい。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。また次のパートで皆さんお会いしましょう。バイバイ！